小池です。そして赤髪の大塩です。お願いします。画面がちょっと似てきてって、髪の毛がちょっとそうですね。東亜くんがやるとやっぱ寂しいんですけど、はい、マシューくんの考察を一遍真剣に聞きたいっていうね、視聴者の方もいるから東亜くんやったらやっぱボケが挟んじゃうからね、はい、ちょっとブレちゃうとこもあると、はい、今日はいつになくマシューくんの本気の考察聞きたいんですよ。はい、まあ本気といってもね、視聴者みんなからいただきマシューしてきたやつばっかりしたと思うんですけど、まあ盗作ってやつ、いやいや、より悪い言い直したら任せて大丈夫。今日大丈夫です。東亜の穴埋めれますか？任せてください。お願いします。はい、今日持ってきた考察なんですけども、はい、最新話1084話でも、うん、コブラとゴローセの会話がめちゃくちゃ重要で、ニム様とリリーの関係だったりとか、はいはいはい、そこから D の一族に関することにもちょっと突っ込みつつある中で、はい、今その階層を届けているのは誰なのかっていうと、サボになるわけですよ。ああ、確かに。サボが、うん、ドラゴンとイワンコフに何があったかを説明していると、うん、このサボなんですけど、うんうん、このサボとロックス D ジーベック、うん、一緒なんじゃないかなと。もう悪くせんだね。悪くせん、え、なんすか、なんすか。東亜がいないから、はい、俺ら二人で踏ん張るのあかんのよ、はい、こんな変な、え、なにサボとジーベックはイコールです。はい、そうそう、なんでやねん。多分みんな、視聴者の皆さんも今そう思ってると思います。そんなわけないだろうと。いや、もう多分ね、視聴やめてる。あ、やばい、ちょっとね、最後までもうドロピザ行ってるから。あ、やばいやばい、ちょ、最後までぜひちょっと聞いてほしいんですけど、いつも通り。じゃあ、ほんまお願いします、そんな。はい、サボとロックスリージーベック、まあ、イコールなんじゃないかっていうところなんですけど、もちろん存在とか、まあ、人物が一緒っていう意味ではないです。今回みたいに、まあ、イム様イコールリリーなんじゃないかっていうのは完全に同一人物なんじゃないかっていう考察がされてるわけじゃないですか。ただ、まあ、このサボとロックス、まあ、同一人物っていう意味じゃなくて世界の王になるというところ。ああ、なるほど、目的があったの。はい、目的が一緒なんじゃないかなと。サボってなんかその世界の王になって自分が好きにやるぞイエーイみたいな感じはしないけどね。はい、そうなんですよ。うん、ただサボが所属している革命軍っていう組織はそもそも今世界政府を打ち倒そうとしているわけじゃないですか。それはロックス・ディ・ジーベックが率いてたロックス海賊団も一緒で、世界政府に対して直接テロ組織のように牙を剥いていたと。で、まあ、世界のタブーに触れすぎたがためにガープとロジャーによって滅ぼされてしまったと。その目的野望としては世界の王になることだったんですよね。ただそのガープとロジャーの手によってゴッドバレー事件で倒されてしまったからこそ、うん、このロックスの世界の王になるっていう野望は実現することはなかったと。そうね、はい、ただ今このサボが所属している革命軍っていうのは天竜人に対しての攻撃を着実に今成功させつつあると。そのレベリーに乗り込んでいってバーソロミュークマ、うん、まあ、かつての仲間だったクマを助けることに加えて、うん、天竜人への宣戦布告、うん、天かける竜の蹄シンボルを壊して宣戦布告をすることも成功したと。今最新話の時点ではさ、はい、そのせっかく助け出したクマさんについてさ、はい、言及はされたけどさ、そうですね、気持ちをもっと聞きたいな。なんでそうなったのかの理由までは多分分かってないだろうから、はい、うん、せっかく助けたのクマさん帰ってやろうか。まあまあそうですね、うん、ちょっとレベリーの真実を伝える方を優先して、そうそうそう、まあ、一旦まあそれはちょっと残念だけどっていうところで今止まってるわけなんですけど、ただ、まあ、一度奪還には成功したと、うん、さらに天竜人の食糧庫の破壊、うん、襲撃っていうのもこれまで分かってた情報からは明かされてなかったんですけど、目的の一つに含まれてたっていうことも分かったと。そう思えばね、確かにマリージョアでさ、はい、その人口の森みたいなのはあるみたいだけども、はい、畑があったりね、はいはいはい、その食料を作ってるような描写なかったなと思うと、そうですね、巻き上げてたんだろうね。あ、まあそうですね、いろんな国からね、はい、お金だけじゃなくて、まあ、物資だったり食料も、まあ、下界から調達してた。ビッグマムをしてでも、はい、魚人島のお菓子はね定評があったのかな、まあ、その工場、うん、そうそう、はい、まあ縄張りとしてる理由もあったから、はい、そういう風に各地の名産品とかを抑えて自分のところで自給自足ができないから、うん、そういう風にしてた。それを破壊されてすごい致命的よね。だから今ダメージを与えることには成功してて、はい、まあ、イワンコフ曰く兵糧攻めを今しているところだと、はいはい、着実に天竜人たちへの攻撃、世界政府への攻撃っていうのは整ってる中で、神の騎士団っていう存在が動き始めてからが本番だと。天竜人たちへの攻撃じゃなくて神の騎士団っていう、まあ、まだその詳細はわからないけども、おそらく天竜人たちを護衛している、うん、天竜人の代わりに表に立って戦う存在なんだろうというのはわかると思うんですけど、うん、まあ、それらを
完全に倒すことで多分天竜人たちへの攻撃、世界政府への打倒っていうのは達成されることになるんじゃないかと、うんうん、っていうのを着実に革命軍が迫っている中で、もし世界政府倒せましたと、革命軍の目的が達成されましたってなったとしたら、じゃあ次のその世界政府というか、世界を牛耳る、支配する、バランスを取るっていうトップに立つ存在が必要になってくるんじゃないか。そうだね。その代わりになる組織っていうのが革命軍になるんじゃないかなと思うんですよ。ああ、まあそりゃそう、それ一番自然やね。はい、倒したから、まあ、成り代わると。それは、まあ、頂上戦争編でドフラミンゴを言ってた、まあ、勝者だけが正義だと。なるほど。はい、このセリフにもつながってくるんじゃないか。確かに確かに。でそれは、まあ、歴史を遡っていくと、空白の100年に起こったある巨大な王国と20の王国の連合国の戦い、うん、戦い、それで、まあ、世界政府側20の王国側が勝ったから、うん、今の世界政府ができていると。そうね。でそれを、まあ、今倒してもう一回世界歴史をひっくり返そうぜってしてるのが革命軍なわけですよ。うん、うん、そうね、まあ、その世界政府を倒せましたってなった時に、うん、じゃあ革命軍がトップに立ちます、うん、ってなった時に、今普通に考えたらドラゴンが五老星とかイム様の立場になるはずじゃないですか。それはモンキー・ D・ドラゴン、革命軍の総司令官なわけなんですけど、うんうん、世間的に見ると今そのルフィが海賊王になろうとしていて四皇にも入ってしまったと、はいはい、ってことはその父親であるドラゴンが世界のトップに立ったってなった時に、民衆というか世間の目は認めないんじゃないかなと。海賊の息子やってるやんけお前のところはみたいな。はい。でその認められない存在が、まあ、トップになるっていうのは世間がまあ認めないっていう部分で、誰なんだってなるとナンバー2であるサボに回ってくるんじゃないかと。ハックにもやらしちゃってよ。ハックまで行くのちょっとだいぶ遠いと思うんですけど、ハックにもチャンスくださいよ。あの魚人がなったらね、はい、人間と の, その和平というか平和みたいな、はい、繋がるじゃないですか。まあまあ確かにそうですね。ハックにもチャンスやってくださいよ。ハックだとまあちょっと荷が重いんじゃないかなと。え、でもまあ、はい、イワンコフとかいますよ。そうですね、うん、はい。じゃあなんでサボなのかっていうところ。なんでサボなんですか。サボっていうのはそもそも貴族の生まれなんですよね。ああ確かにね。はい。ボア王国でも、まあ、アウトルック3世っていう父親がいると。今は、まあ、義兄弟とはいえ、ボア王国の王様であるステリーとも兄弟関係があると、うんうん、っていうところの、まあ、血の部分と、まあ、関係の部分とかをひっくるめても器としてふさわしいのがサボになるんですよね。確かにな、血筋とかワンピースの世界結構うるさいからね。血縁者っていうのは、まあ、重要になってきてて、うん、サボは、まあ、エースとルフィと杯を交わしてるわけじゃないですか、うんうん、義兄弟であると、うん、この、まあ、ルフィとも、まあ、関係があるっていう意味ではドラゴンと比べて直接的な親子っていう関係ではないけど、義兄弟っていう関係を持ってるじゃないかと。このサボがトップになるのはふさわしくないんじゃないかっていうふうに思っちゃうね。それもだって、はい、テレビとかに出るのにもさ、はい、ちょっとの黒い交際とかしてたら、はい、絶対出れませんが、コンプライアンス的には、まあまあ、そうですね、厳しいですから。そう思ったらもう海賊でもう完敗しとるやないかと。まあそうなんですけど、まあ、ただサボってエースとルフィと比べたら分かった。お、なんすか。当ててもっていい。はい。サボ世界の王っていうかふさわしいです、はい、なんとか海賊の関係を断ち切りたいです、はい、解明する。アウトルック4世そこを引き継ぐんですか。そう、借金をなんとかチャラにするための裏技としてなんか性を変えるみたいなのがあるじゃないですか。現実世界でもちょっと大きい声じゃ言えないんですけど、そんな感じでアウトルック4世僕が考えてきたのとは違うんですけど、はい、はいはい、サボっていうのは名字はまあ分かってないわけじゃないですか。そうか、そう、名字がそのあるとも思ってなかったな。まあまあそうですね。このエースとルフィ、それからサボ、この3人の明らかな違いとしてサボだけ D の名前を持ってないんですよ。確かにそうだ、はい、まあ、現状なんですけど、うん、まあ、おそらく D はついてないと、うん、ってことは D の一族っていう、うん、まあ、おそらくある巨大な王国の血縁者でもないと。うん、違うだろうね、はい、サボはもう完全に独立した存在ではあるんです。いくらその幼少期にルフィ、エースと血縁、まあ、ちぎりを交わしてるとはいえ、王に立つ器、それから、まあ、血筋としてもふさわしい存在であるっていうのは、うん、サボが唯一なんですよね。なるほど、はい。で、まあ、さらにこのサボの、まあ、ちょっとメタ的な話にはなるんですけど、はい、初登場が、うん、エースが、まあ、ルフィに対してサボの名前を口にしたのが初登場だったわけです。はいはいはい。でその後、まあ、幼少期の過去編の中で、まあ、サボが登場したと、うん、天竜人の船を横切ったっていう理由で、まあ、砲撃されてしまって、うん、あの事故で、まあ、死んだと思われてたんです。そうね。ただドレスローザ編で、まあ、実は生きてましたと、うんうん、再登場して、うん、エースの意思を継いでメラメラの実を食べたわけじゃないですか。もらうぞお前の能力ってね、はい、言ってましたね。あそこで、まあ、秘剣を使ってるわけなんですけど、秘剣。ただサボが再登場した理由っていうのがあるはずだと思うんですよ、うん。まあ、そのサボの、作中での役割っていうのが完全に果たされてないなと。それが、まあ、今の革命軍としての立場もあるし、レベリー編での活躍っていうのもあるじゃん、ね、やっぱね、その参謀になった時っていうのは、はい、もう2年前の時点ではもう参謀だったわけですよね、サボは、はいはい、
ということはエースの死のニュースによって記憶が蘇った後のサボと僕違うと思うんだよね、意識って。その前は参謀としてドラゴンさんの意思を継いでやっていた忠実な部下だったり、まあ息子に育ててもらったと思うんだけど、記憶が蘇ってからはあれ、こいつら自分やりたいことのために海に出た、俺も今そうだったはずだよね、うんうん、って思い出した時にドラゴンさんの目的はちゃんと手伝うんだけど、俺の自由やりたいことって何なんだったっけ、うん、実は黒い衝動マイキーっていうの、はい、本来のサボみたいなのがいてもおかしくない気はしちゃった。なるほど、うん、確かにそうですね。記憶失って、まあ、大事に大事に革命軍の中で育てられてたけど、うん、まあ、ある日突然頂上戦争の記事を読んで、うん、記憶がフラッシュバックしてるわけなんで、うん、しかもあの時サボって、うん、エースに対して歴史より取り除かれるべき危険因子じゃない、うん、エースは俺の兄弟だというふうに思い浮かべてるわけなんで、うん、革命軍の中でも洗脳教育じゃないですけど、うん、革命軍とはこうあるべきだっていう教えも、うん、少なからずサボは教わってきてたと思うんですよ、うんうん、そうだね、はい、まあ、ただ記憶を取り戻したことで、まあ、小池さんの言うように、うん、自分がやりたいようにやってる部分もあるかもしれないで、まあ、そんな中でやっぱサボが世界政府のトップに立つ理由っていうのがまあ他にもあって、うん、今レベリーの中で革命が起きつつあって、うん、革命軍の息がかかってる12の国があると。そのうちの8カ国で革命が起きて、それが8カ国革命って呼ばれてる、はいはいはい、でまあ、ルシア王国は、まあ、謎の攻撃によって、まあ、消えてしまってるんで、7カ国で革命が成功してるわけなんですけど、うん、その、まあ、国々の中で、まあ、今サボっていうのは遠征っていう2つ名とともに、うんうん、結構崇められてるわけじゃないですか。そうだね。1056話の中で黒馬と杯の、まあ、会話があってサボのことについても話してるんですけど、うんうん、今や反逆竜ドラゴンをしのぐ影響力を持ってると。トップであるドラゴンよりも今影響力を持ってるっていうのも、うん、ドラゴンに代わってトップに立つっていう証拠というか、インフルエンサーですよ。今までねテレビで活躍してたドラゴンさんというタレントが、はい、SNS の時代になってきて急に降って湧いてきた新進気鋭のクリエイターにインフルエンサーが負けてる現状と同じです。これはそうですね、影響力で負けてしまってる、うん、はい、ってことはやっぱ世間が支持するのはその影響力を持ってる方なわけじゃないですか。多分サボね、ツイッターやったら相当いいね来る、はい、今タッキーぐらい多分来ると思うちょっとつぶやくだけで、そう、向こう冒険家やけど、うん、革命家やから、ね、確かにサボもそれぐらいの影響力を持ってると今。ってことはドラゴンに代わってトップに立ってもおかしくないですし、このサボが世界政府のトップに立ってるんじゃないかっていう描写が実はもう描かれてるんですよ。うんうん、嘘でしょ、どこどこ、はい、作中というか、まあ、コミックスの中なんですけど、どこ、それが89巻の SBS、 ルフィとかエースとか、まあ、麦わらの一味も何人か描かれてるんですけど、40歳と60歳の姿、うん、ああ、あった、はい、まあ、前回でその何かあった未来とか、そうなんですよ、何かあった未来と、うん、まあ、順調にいった未来として、まあ、4パターンぐらい描かれてるんですけど、うん、そのサボもそれが描かれてる。あったあった。でその時にそれぞれセリフもなんかちょっと描かれてるじゃないですか、うんうんうん、サンジだったら、まあ、オールブルーに釣りに行ってくるぜみたいな、うんうん、オールブルー見つけてる未来じゃんみたいなとか、うんうん、まあ、ゾロだったら、まあ、4刀流5刀流って言ってなんか増えてるみたいなちょっとこれはちょっとギャグっぽいんですけど、うんうん、サボなんて書いてあったかな、なんて書いてあった、まず40歳の方なんですけど、うん、おそらくルフィのことを言って、うん、あいつはいいな自由でっていう風に言ってるんですよ。で60歳の方、麦わらが事件をほっとけっていう風に言ってるんですよ。これそうちゃうか、はい、これって世界政府のトップに立ってるサボの目線で言ってることなんじゃないかと。ほんまやな。そうなんですよ。40歳の方のあいつはいいな自由でっていうのは、自分がそのトップに立ってしまったことで自由に動けなくなってしまった。CP0 やん。近いんですけど。はい、ゲルニカちゃん、おそらく海賊王になって自由に振る舞っているルフィを見て、うん、あいつはいいなと。なんか職務が忙しすぎて自由に遊ぶ暇がなくなっちゃった、はい、世界線っていうか、そうそう、未来なんでしょうかね、はい、で60歳の時は、まあ、麦わらが事件をほっとけと、うん、この、まあ、麦わらが事件をっていう誰かからも報告を受けてほっとけって返してるのって、自分が、まあ、その事件を取り締まるような立場じゃなかったらこのセリフ出てこないと思うんですよ。無理、海軍のトップとかね。そうそう、今まで通り革命軍の立場であれば、うん、別に麦わらが事件を起こしても自分たちには関係ないわけじゃないですか。そうそう、ほっとけもクソもないし、報告も上がってこないし、ね、ってことはその報告されるような立場で、うん、まあ、かつ別に見逃してていいよっていうふうに言ってるサボが世界政府のトップに立ってる証拠なんじゃないか。すごい癒着だよね。世界のトップに立ってもルフィが海賊やってるってことじゃないですか、はい、海賊やってても許されてる人は義兄弟がさ、世界のトップにいるから、もううちの兄貴何やっても仏って言ってるから大丈夫だぞ。本当にもうギーの一族でも支配されてるような世界になっちゃったやば
それはそれでいいかもしれないですけどね。まあ、確かに海軍もさ、今結構入れ替え戦じゃないけど、クロスギルドで結構フル株がね、やられていたりとか、大将についてもちょっと入れ替わったりとか、ちょっとあり方が変わってるから、それがコビーたちがね、新しい、まあ、未来って言われてたから、そのガープにも。はい、じゃあその海軍のトップがコビー、世界政府トップがサボ、海賊のトップがルフィみたいなね。ほぼモンキー系です。支配する。そうっすよ。支配されてる。本当に。ある巨大な王国から、うん、世界政府から、うん、まあ、またその、おそらくある巨大な王国の血を引いてる D の一族が支配権を取り戻していると。うん、まあ、なんかワンピースの作中って、なんかその繰り返しだったんじゃないかなっていうのも、ちょっと思うじゃないですか。うん、最近はその戦いの中で、その勝者が正義になって、どんどん歴史がひっくり返り続けてる世界なんじゃないかな、うん、まあ、その中で、まあ、今は天竜人っていう世界政府が君臨してて、まあ、それに、まあ、今サボたちが戦いを挑もうとしてる構図が、まあ、描かれてるわけで、うん、その中でまあ1084話で世界の真相というか空白の100年に迫ろうとしてるっていうのがまあ描かれてたと、うん、まあ、今そのみんなイム様リリーとか D の一族の方に行きがちなんですけど、サボも作中においてはめちゃくちゃ重要な人物の一人なんだよっていうことで、うん、今日はこの考察を、なるほど、はい、持ってきました。どうする、ロックスがさ、サボみたいにめっちゃええやつやったら世間はその反対分子ってやっぱちょっと悪く言われがちや、はい、まあ、そうですね。ロックスも本当に貧しいところで育って、はい、世界が平和に平等になるために活動して、たまたまそういう金儲けとかに走ったり、うん、金儲けもね、ネズミ小僧みたいに分配するために盗みを働くこともあったりするわけで、はい、そういう意味が誤解を生んでやって、川柳人を何とかせなあかんから、そういう人質になってるように見えて討伐させられたみたいなね。真相はまだ描かれてないわけ。そう、わかんない。それは全然。そもそもそのサーベログ・ジーベック号っていう名前が引き継がれてる、その海賊船に乗ってる黒ひげも、はい、結局なんか孤児でしょ。あ、そうですね。そうそう、はい、だからそういうこともあると、なんか善悪ってほんま勝ったものしかね作れない歴史なんで、今から分かって楽しみですよね。改めてワンピースがどんだけ深い物語かっていうのが最近わかりますね、はい、というわけでですね、本日は、俳優のですね、赤髪のマシューさんによりますアウトロック4世の考察でございました。皆さん、今日の考察が楽しかったと思います。高評価、そしてチャンネル登録お願いします。概要欄にはマシューくんの SNS も貼ってますので、ぜひフォローしに行ってあげてください。それでは、バイ。ありがとうございます。「僕を困る」